宮本照が描き出す心揺さぶる長編小説、草花たちの静かな誓い。ロサンゼルス在住のおば菊江が日本を旅行中、修善寺で亡くなった。死亡手続きを行う甥の玄也は、自分が42億円もの遺産の相続人であることに驚く。さらに幼くして病死したはずのいとこレイラが実は行方不明なのだと知らされる。なぜおばは27年もの間秘密にしていたのか。レイラは今どこにいるのか。引き裂かれた親子の運命の軌跡をたどる傑作長編、宮本照、草花たちの静かな誓い、集英社文庫より好評発売中。